国枝都市道は岐阜県岐阜市出身のプロ野球選手、野球解説者、実業家。岐阜商業学校で1938年春の第15回選抜中等学校野球大会と同年夏の第24回全国中等学校優勝野球大会に出場。春は東方商業学校に準決勝で敗れ、夏は決勝で平安中学校に サヨナラ負けし準優勝に終わったが、1940年春の第17回選抜中等学校野球大会では5番打者、中堅手として優勝に貢献。チームメイトにはエース投手の大島信夫がいた。卒業後は明治大学へ進み、大学卒業後は、 地元の社会人野球チームの第二本土木に所属。1946年と1947年に、エースの中原博志らと共に、都市対抗野球大会を2年連続で優勝した。1948年、中日ドラゴンズへ入団し、プロ入り。1年目に、自慢の瞬足で34盗塁を記録した。3年目は2類のレギュラーを獲得し、 133試合に出場して自己最多の39盗塁をマークした。1952年は116試合に出場し、打率303と初の打率3割を打ち、リーグ8位の記録だった。1954年は井上昇の活躍もあって試合出場も減り、またプロ入りして間もない頃に頭部に受けた支給の後遺症などもあって、 初のリーグシリーズを優勝したこの年に引退した。引退後は1959年より、東海テレビ専属第1号の解説者へ就任。その後、中日の球団職員を経て、株式会社名古屋球場株式会社名古屋ドームの取締役を歴任した。2011年3月8日、肺炎のため、岐阜市の病院で死去。90歳没。1956年。 いずれも国枝が専属していた頃の東海テレビが組んでいたキー局ネットワークにおけるプロ野球中継の現行統一タイトルありがとうございます。